ジャブ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 レッツダーンス。ということでやっていきまるほい。今回のクリア率は約 4% なんだぜ。約 4%、レイムちゃんからしたら朝飯前でごわす。ということで、マッスルボディでレッツラゴー。お前頭しかねえだろ。細かいことを気にしたら負けですぞマリさんくん。なんだろう、すごいよぜ。さてと、ここは難なく突破突破ルンパッパ。お次は何かな？おっと、ここは会長ゾーンか。しかし残念ながらミュート中。お、Pスイッチ、これで進めそうだね。おそらく押してすぐ走り抜ける感じだな。それでは行きます。ギラギラしてコロしてコロピピピー。それではポチッと納豆からのウサインボルト状態になりたいと思いまんもす。おいレイム、上の矢印怪しくないか？おお、こんなところにピーコちゃんが。なら急ぐ必要なかったね。ピーコちゃんってなんだよ。ピーコちゃんはピーコちゃんです。文句ありますか？お前はなんでそんなさっき出してんだ？おっと、ここでホコリカスとルンバちゃんの登場。であれ？ちょっとルンバちゃん、ちゃんとホコリ吸い込んでよ。おっと危ない危ない。危うく孔明の罠にかかるところでシャーカーリーマーシーター。まさか私がやられるとは、神様もさぞ驚いてることでしょう。平常運転だろ。やあ霊夢くん、よくぞ私を見つけたね。ここで社長はありがたいな。そうだろうそうだろう、マリさんくん、今夜どうか。よし、このまま倒しながら進んでいくんだぜ。ん？ドクロクロクロ、これ普通に乗って進んでいっちゃっていいのかな？今のところ優しめに作られてる気がするが、クリア率的にまだまだ難しくなっていきそうな気がするんだぜ。今のスターはスルーでいいよね。それでは行きましょう。じゃーんぷ。助走つけるほどでもなかったな。え？これ、どうするの？とりあえず飛んでみます。足りない。そしてピーコちゃんが見つからなーい。おそらくどこかに Pスイッチがあると思うんだが、ないな。もしかしてもう少し進んだところにあるのかな？確かにその可能性大きいんだぜ。じゃあ少し進んでみるか。ピーコちゃん、出ておいでー。おー、ピーコちゃんだー。これであとはゴール目指すだけか？あれ？ゴール行けないんだけど、これは上から行くんじゃないか？え？でもトゲトゲあるよ。かといって戻ったら奈落だぞ。デカマリオなんだし、覚悟決めろ。わかったでござる。それではゴリゴリ民族レイムちゃん、行きます。ゴリゴリ、もはや全くの躊躇がない。さすがクソゴリ民族。クソゴリ民族ですとー。クソゴリ民族は我が父親を殺害した民族。まさかマリサはクソゴリ民族のものかー。いやつでー。てかクソゴリ民族くれるんかーい。なんか最後おかしな感じになってしまったが、無事クリアすることができたんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。よーし、それじゃあやっていこうか。今回のクリア率は約 3% だね。てかカイムとペア久しぶりな気がするんだけど。確かにマリコと久しぶりかも。地味にマリコ最近嫉妬キャラ好評だよね。いや、あれは別にキャラでやってるとかではないんだけどね。まあいいや。って、何これ。すごい綺麗だね。これはサムネ候補。いや、うちのチャンネルはそういう。あげげげげがー。これは、どうするの？どうやらうまくタイミングを見ていかないといけないみたいだね。確かタイトルに5回待てって書いてあったけど、5回待つところってここのことかな？多分ここだと思うんだけど、5回ってこの足場についてから5回？てか今何回回ってるのかわからなくなってる。これはもう噛んでいくしかなさそうだね。怖いんだけど、マリコやってよ。カイムがやりなよ。じゃんけんしない？私たち腕ないじゃん。あ、そっか。よし、こうなったらもう覚悟決めます。いけ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 。あ、詰まった詰まった。あ、危ねー。今のは正直危なかったね。完全に運な気がする。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。はい、それではやっていきたいと思います。全自動。だよな、なのにクリア率約 3% なのか？よくわかりませんが、とりあえずサムネに書いてあった下ボタンと A ボタンを押しっぱなしにしてみましょう。あ、もしかしてそれじゃないか？え、タイトルにはキープダウンとしか書いていない。故に下ボタンしか押さないとやられる。しかしサムネにはコインで下ボタンと A ボタンを押せと書いてある。そこに気づかないとクリアできない。そんな気がするんだぜ。なるほど、それはありえますね。ではもしこれでクリアできたら動画の最後に下ボタンだけ押した場合どうなるかをやってみましょうか。あ、それは面白そうだな。おっと、そう言ってる間にゴール。なんでしょう、今回すごいサバサバした実況になりましたね。まあ本来実況ってそういうもんなんだけどな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこれで終わります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。まだ続くので見てくださいね。
ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。